さあサポーターの見守る中、前半戦スタートです。右のエンドを守るのはアイルランド、対して左のエンドを守るのはポーランド。守りを固める、まずは中央から行きました。ボールはつながっていきません。中に誰か来てますよ。先制のチャンス、行くか、おっとループだ。コーナーキックになります。アイルランド絶好のチャンスを得ます。ショートですね。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。ポーランドとしては、まああいう守りができているとプレーにゆとりが持てますよね。チェックに行く、中にスッと入ってきますね。ここはディフェンスされました。アイルランドとしてはいい守りを見せたと思いますよ。中盤でしっかり展開してますね。守りを固める、そのままいった、ポストに当たった、危ないところでした。これいい動きを見せてますよ。パスです。スペースがあれば上がってくるという形ですね。大きくいい展開してますね。チェックを受ける。チェックに回る。短く出します。中にスッと入ってきますね。ここはセントレジャー、サイドからいい上がり方をしてますね。下げて、ここはギブソン、つないで、ここサイド奥動いてますね。先行を見せてくれるか。左へ振ります。かなり動いてきますね。まもなく前半の30分が経過します。強い、そしてしかし北澤さん、スルーパスからもう決まった、でもおかしくないシチュエーションでしたね。いやね、完璧だったんですけどね。ポーランド、スルーからのチャンスを逃しています。ポーランド、今のところどうでしょうか。そうですね、やや硬くなってるような感じしますね。さあリプレイです。微妙なタイミングでした。左側から惜しかったです。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは奪われています。
ポーランド、ここからの攻撃になります。チェック、ここは攻めきれませんでした。右側駆け上がっていきます。ここで受ける。さあ、いけるか。ポーランド、結局このボールを奪いました。おっと、前半終了のホイッスルです。展開しますね。戻し、いいマークでしょ。ディフェンスに合います。スペースをうまく使おうとしますね。いいプレッシャーだ。アイルランド、ここからの攻撃になります。右に奪います。右へ出す。ドゥドカ、前へボールが出て、いいマークです。うまく使おうとしますね。回します。ヨドボビエツ、縦へ、中央から走り込む。ポーラン、ここまでなんですが、どうでしょう。まだ得点はありませんかね。前半に引き続いて好調ですよね。中に誰もいない。ダイレクト、待っている。サイドからどうする。これいい動きを見せてますよ。しかし追いかける。おっと、奪った。ポーランド、結局このボールを奪いました。チェックに回る。中にスッと入ってきますね。セギに行く。ここはよく守りました。このボールが投げます。軽く出して渡しません。いい動きを見せてますよ。一旦左へ回して、追いかける。スティーブン・ケリー、後半30分を回ろうというところ。チェックになります。ゴール前を固める。チェック、中へは、ここはボイトコビアク、中央よく動いてますね。さあ、前には3人います。右からスッと入ってきますよ。
退させます。出ていく選手ですけど見ていてだいぶ運動量も落ちてましたから、そういった交代だと思いますよ。いい力の展開ですね。チェックに行く。ここで激しい、あともう少しでしたね。サイドからの攻めを見せたんですがここは阻まれています。おっと何か誰もいませんよ。そのまま行った、また打ってきた。いやしかし惜しかったです。胸でトラップ、ゴール前を固める。行くか、攻め上がったんですがここはうまくいきません。いいシュートだったんですね。あっと外れた。あっと惜しい。いや北澤さん、ゴール前から思いっきり打ってきましたね。ああいった場所から狙うというのもね、手ではありますよね。いいところです。中に誰か来てますよ。さあ固まっている。ここは精一杯クリアします。ここはディフェンスされました。ここで奪い合う。サイド攻撃を見せましたがここは攻めきれませんでした。後半が終了しました。ここからは PK 戦に入ります。いや結局どちらも言う。さあ PK 戦です。さあまずは最初の1本、イエロー。キーパーの読みが上手くて感じでしたね。ロン、こういった場面では強さを見せてくる。ゴール右隅に決めました。本当にね、効いてますよね。ここも止めてきた。これはキーパーの読み勝ちでしたよね。右端に決めました。これで2ポイントリード。ちょっとね、これで厳しくなりましたよね。ゴール左隅に決めました。読み切りましたね。左端に決めた。ここで引き離しました。ちょっと大きいですね。